にちは、清水春子です。今日はイタリアにあるあの有名な大型アウトレットバルベリーのデザイナーアウトレットのご紹介をしたいと思います。このアウトレットはフィレンツェから車で約45分ぐらいの場所にあります。それではこのアウトレットの中を一緒に歩いてみましょう。これ見て、こんな風に家がすごく並んでいて、これ家に見えるんだけど全部ブランドのお店なのね。それでね、このアウトレットのすごく面白いところは、こうやって一軒一軒のお店がこんな風に家みたくなっていて、すごくねデザイン性が高くって、色も本当にね鮮やかなの。こんな風にこのカラフルな色合いがなんだかベネチアにあるムラノ島とかブラノ島とかの街並みを思い起こさせるようなね、すごい素敵な風景よね。ここはあの川がね、あのアウトレットの中にこう通っていて、それを橋で結んでいるような形になっています。こういう感じ。ここが中央の橋で、こう右と左にまた橋が見えると思うんですけれど、ここからこうやって歩いていきましょう。これはマイケルコース。マイケルコースはこの間紹介したザモールのアウトレットにもあるんだけれど、こっちのお店の方がね、あの広くて、あの品物が充実してると思います。見て、こう建物がねすごく綺麗な一つ一つ。だから下ばっかり見るとお店の入り口になっちゃうんだけれど、なんか2階とか見るとね、やっぱ一つ一つがすごく凝って作られてるんだよね。なんかこうやって見上げながら歩いていってもとっても楽しいと思います。ここのアウトレットは朝の10時から夜の8時まで開いていて、今はねちょうど10時のちょうどあの開店したところなのね。午前中の光はこんなに綺麗で、それであの皆さん、あのあれこのアウトレットってあんまり人がいないなと思ったかもしれないんだけれど、もういつもはね本当にすごい人なの。ここヒューゴーボスねすごい人なの。もうね、あの人で賑わっていてね、あのちょっと通るのも大変なぐらいなんだけど、特に土日はね。なのになんでこんな人がいないのかっていうと、あ、ちょっと待って、ここねラルフローレン、ここはもうねラルフローレンがすごく有名なアウトレットなのね。まあいろんなアウトレットがあってもたくさんのお店が並んでるんだけれど、このラルフローレンのお店はねものすごく大きくって、しかもねセール品がものすごく多いの。もう本当におすすめ。私もラルフローレンのお洋服を買うためによくこのアウトレットに来ています。ここはね、あのこの正面入り口のところが今は全部メンズになっていて、この奥がレディースになったよね。前は逆だったんだけれど、なんか今はこうやって見て、ほらこの中見てみて、こう全部メンズでしょ。すごく広いの。この左側の奥が試着室になっていて、右側の奥がレディースになっています。こうやって歩いてて、ほら見て、広いのよラルフローレンで広くって、そう、それでね、ここのあの左側にちょうどレディースの入り口があるのね。まあどっちからも入れるんだけれど、つながってるから。ほらすごい建物も素敵よね。見て、なんかおしゃれ。この奥が駐車場になっています。もうね駐車場の数がものすごく多くって、車でもとっても来やすいし、バスでもね、あの来やすいですね。バスはね1日にかなり本数が出てるみたいで、交通の便もとてもいいですね。今じゃあ橋を渡ってみましょう。ほら見て、こんな感じ。川のつらぎもすごい。ここはねバルベリーノというところにあって、あの自然がねとても豊かなところにあるのね。だから近くに湖とかもあるし、あの自然を堪能したい人にはあの散策にぴったりだと思います。これ見て、ここの正面、これまたラルフローレンなんだけれど、建物も素敵よね。ここはラルフローレンのベビー服、子供服のお店になっています。あ、それでなんでこんなに人がいないのかっていうと、ほら見て、こうなんか貸し切り状態、本当にもうびっくりしちゃう。私バルベリーのアウトレットはよく来る方だけれど、こんなに人がいない時っていうのは初めてで、なんで、ね、こんなに人がいないのかっていうとね、この日はね、あのイタリアのストライキの日だったんです。だから公共機関が全てストップしていて、車持ってる人しか来なかったのね。バスとか電車とかすべて止まっていて、まあ、そういう郵便局とかそういう公共機関がすべてお休みの日だったので、しかも朝の10時だしね。前からバルベリーのアウトレットを撮影したいなと思っていたんだけれど、だけどやっぱね難しいね、人がたくさんいるところを撮影するってすごく難しいのね。だから今日ストライキがあるって聞いて、ああもうこれはチャンスだと思って、朝の10時にぐらいに行けば誰もいないんじゃないかなと思って、それで今日来てみました。こんな風にね、あんまり人がいないところ撮影できて本当にラッキーでした。ここはこうやって回廊風になっていて、なんかボローニャみたいな感じなんだけれど、コベリとかシスリーとかが並んでいます。今日はお天気にも恵まれてとってもラッキーでした。
昨日はものすごい風と雨でもうどうなることだと思ったんだけれど、今日は天気予報通り晴れて本当に良かったです。コージオークス、イタリアでもとっても人気がありますよね。ここのアウトレットのいいなと思うところは、いつ来てもやっぱりお掃除が行き届いてるところですね。あ、ここマリーナミリターレ。イタリアのショッピングモールってあんまりお掃除が行き届いてないんですよね。でもここはいつ来てもお掃除が行き届いていてすごいなと思います。ここはベネトン。ここもね、中すごく広くっておすすめです。すごく安い、びっくりしちゃう。コーリーでね、ここのあのサムソナイト、私はスーツケースをいくつか買ったんですけれど、もうね 40% オフとかになっていてびっくりしちゃう。やっぱね、サムソナイトのスーツケースってすごくいいけど高いからね。だからここに来てあの購入するのをおすすめします。ここはリンズ。このお店の中もすごく広くって、やっぱバルベリーナ一つ一つお店が広くって選択肢がたくさんあってね、やっぱ見てるだけでもすごく楽しいのよね。今のねリンツはギフト用のものもすごくたくさん売っていて、何かちょっとしたプレゼントしたいなって思ったらここに来れば何かしら必ず見つかります。リンツのチョコレートすごく美味しいからね、誰に開けても喜ばれると思うし。ここはこうやってテラス席になっていて、レストランとバールがあるんですね。あとこの奥にはトイレもあります。トイレは本当に至る所にあって、トイレに行きたくって困るってことがこのアウトレットではないですね。あ、この右側にあるのがプーパ、大人気のイタリアンコスメブランドで、もう本当に可愛いの。カラフルだし発色もいいし、あとなんといってもね入れ物がすごく可愛くって、もうね、あのちょっとしたプレゼントにもすごくいいから、やっぱりねちっこいプレゼントをいくつかあげたいなっていう人にはここで買うのが本当におすすめ。20%、30% オフになってることもザラだし、アイテムによっては 50% オフになったりすることもあるから本当にいいよね。あ、ここはティンバーランドね。ティンバーランドはこの間紹介したファッショングループアウトレットにもあるんだけれど、こちらの方がお店の規模としては大きいです。はい、ここが先ほど見た中央の橋ですね。ここの左側にプーマがあります。この向こう側にあのボッテガベルデっていうお店があるんだけれど、あそこはね自然化粧品のすごくいいお店で、肌にとっても優しくて、しかも安いのだから、いろいろ種類もあるし本当にあの見てて楽しいから、ぜひ寄ってみてください。ではここを左に曲がってまたメインストリートに戻りましょう。本当にこのアウトレット綺麗よね。この方に花とかね咲いてたら、木とかもすごく綺麗に手入れされてるの。このベンチとかも空いているけれど、なんか空いているっていう風景あまり見たことがないからね。いつもはもうすごい混んでるから必ず誰か座ってるし、なんかすごく新鮮な気分。それでここのアウトレットって至る所にスピーカーがついていて音楽が流れてるのね。だからすごく楽しい気分でショッピングができます。あ、ツインセット、あとはマニラグレースもあるし、マニラグレースはこの間紹介したあのファッショングルーヴアウトレットにもあったんだけれど、こちらの方がお店の規模は大きいですね。あ、ここにあるのがポリーニ。ポリーニは一時期、まあ、イタリアでものすごく流行っていて、どこを見てもポリーニを持って歩いてる人がいましたね。ここにあるのがリュージョー。リュージョーはもともともうちょっとこの先にあったんだけれど、今はあのこの位置になっていますね。この位置で昔あったのがプラダです。それで少し前のガイドブックにはバルベルナアウトレットにプラダはあるっていうふうに出てると思うんだけれど、今はプラダはありません。プラダがあるのはザモールですね。あとはあのモンテバルキのアウトレットにありますスペースっていうところね。あ、ここ見て、なんかお城見たくなってるけど、これはバルベリーナのメインレストランね。レストランやバールはいろいろあるんだけれど、ここが一番広いレストランです。ここにあるのはカバンリ。その隣にあるのがドルチェ&ガッバーナです。ドルチェ&ガッバーナのアウトレットはこの間紹介したザモールのアウトレットにもあるので、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。そしてこの隣にあるのがフルラです。見て、この上もすごく凝ったスクリーンになってるの。
ここがレコパン。そしてその隣がパトリツィアペペ。パトリツィアペペはフィレンツェのレプブリカ広場にもあるんだけれど、ここは全品 30% オフになっています。ここにあるのがタラサルディ、そしてこの隣にあるのがピューテリー。私の大好きなブランドです。これはねフランスのブランドなんだけれど、イタリアでもすごく人気があるよね。コートがねとっても着心地がいいの、あったかいし。ここにあるのがピンコ。それでここにまた橋があります。ここはのメインストリートなんだけれど、ここから左に曲がっていきましょう。右側にあるのがアディタス、ここにあるのはフラビオカステッラーニ、そしてこの隣にカルバンクラインがあります。でカルバンクラインのアンダーウェアもこの隣にあります。カルバンクラインのアンダーウェアのアウトレットってあまりないから、ここに来る人多いよね。そしてゲスがあります。ここはちょっとした広場になっていて、夏はねレモンシャーベットとかアイスクリーム屋さんが軒を並べていたんだけど、今は、ね、涼しくなってきたのではないですね。ここにウールリッチがあります。そしてここにあるのがカルチェドーニアインティミティのアウトレット。ここはね私もよく来ます。この間紹介したファッショングループのアウトレットにもあるんだけれど、私はファッショングループの方によく行きますね。やっぱりお店が広いっていうのもあるし、あと試着室が多いし、あんまり人がいないっていうのもいいなと思って向こうの方に行っちゃうんだけれど、こっちはねやっぱり人が多いから試着室も結構大混雑で、うん、結構試着するのも大変だから、やっぱりね落ち着いてアンダーウェイが見たいっていう人はファッショングループの方がおすすめかな。見てこの上の方にすごい大きな看板が当たってる、遠くからも見えるようにね。でここになんか広場にこんなチェスみたい なんか不思議なモニュメントがあったんだけれど、この辺りの時はなかったから新しいモニュメントだと思います。ここからこうちょっと戻るとまたこうアーチ見たくなっていて、この下にもいろいろお店があります。あ、バルメリーのアウトレットといったらプラダだったんだけれど、どうしてプラダが今なくなってしまったのかっていうとね、これはプラダのディレクターに聞いたんだけれど、話してもいいのかな、なんでかっていうと、なくなってしまった理由がバルメリーのアウトレットのプラダがあんまりにも売れすぎたからだそうです。なんで売れすぎると閉店するんだっていう感じなんだけれど、普通逆だよね、うん、だけどね売れすぎて閉店した理由っていうのが、やっぱりここのアウトレットが売れすぎちゃったおかげで、メインのねフィレンツェのプラダが売れなくなってしまったんだって。やっぱりここのバルメリーのアウトレットはフィレンツェから一番近いアウトレットだから、そこでね同じアイテムが 30% オフぐらいで買えるから、やっぱりみんな近いし来たがるよね。だからここのアウトレットが売れすぎたおかげでフィレンツェのプラダの売り上げがすごく悪くなってしまったということで、ここのアウトレットのプラダを閉じることになったという経緯があります。今回来てみたらここにワイコンの新しいお店が出ていたんだけれど、ワイコンは今キコミラノと並んでイタリアでとても人気のあるメイクブランドです。安いっていうのがいいよね。あとここの右にあるのがビアレッティ。ビアレッティいいよね。私キッチン用品はビアレッティがとっても多いです。ここの左にあるのがアウトリー、コンタクトレンズとか、あとはメガネが安く売ってます。ここにあるのがトミーヒルフィガー、中すごく広くってアイテムも豊富です。
ここから橋を渡ってメインストリートに戻りましょう。ここにアウトレット全体のマップがあります。どこに何のお店があるのかっていうのも書いてあるし、ストーリーの位置も全部書いてあるので見ておくと便利です。ここにあるのがナイキのアウトレット。カルピーサ、そして隣にあるのが今舞です。ここがなんか城壁みたくなっていて、とっても素敵な作りになっています。ここにあるのがロレアルパリ、その隣にあるのがリーバイス。リーバイスはいつもなんかセールをやっていて、ジーンズを2本買うといくら、3本買うといくらみたいな感じでこうやっていつも大きく出てるから、ジーンズを履く人にはおすすめですね。ここのロレアルパリの中にはメイベリーニューヨークと、最近の情報としてはニックスが入っていて、私ニックスってフィレンツェで見たことがなくって、あーニックスだって思ったら店員さんたちが教えてくれたんだけれど、トスカーネではここでしかないんですって。だからいくつか買ったんだけれどね、なんかネットとかでいいって聞くしね、でいくつか買ったんだけれど、なんか強力にクリスマスコフレを勧められてそれで今回買ってみました。試したかったってのもあるしね。限定品だそうなので、また近々動画でご紹介しようと思います。ここがさっき言っていたレストランね。この左側がピザとかが食べられるカジュアルなレストランになっていて、この中央にすごく大きなトイレがあって、でこの右側にすごく美味しいチキン料理のレストランがあります。ここはなんか全て炭火焼きみたくなっていて、もうすごく柔らかくて美味しいの。ここから入って2階がトイレになっています。いつ行っても綺麗なトイレですごいなと思うんだけれど、あ、ここね、このレストランが炭火焼きのレストラン。中をね、ちょっとちらってね、今回覗いたのよね、撮影のために。中撮ってもいいのかなと思ったんだけれど、まあ入り口からちらっとね覗いてみました。こんな感じ、ほら見て、あの上でね炭火焼きにしてくれるの。ここのテラス席もすごく素敵で、まあ川を眺めながらゆっくり食べれていいんじゃないかなと思います。ここはジュンティ本屋さんね、本のアウトレットなんだよね。そしてここはダグラスです。ここにあるのがラコステ。ラコステは先ほど見たベネトンの隣にあったんだけれど、ここに移動してますね。こうやってお店がねちょくちょく移動してるのがバルベルの面白いところでもあるんだけれど、どんどんねこのアウトレットも拡大していってるので、見どころたくさんあると思います。ぜひ来てみてください。
このようにガイドブックに載っていないイタリアの情報をどんどんお伝えしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。バルベリーのアウトレット面白いな、行ってみたいなと思ってくれたらグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。